1、2、3、1、2、3。今のでなるべくこう広げやすくはしたので、そこをプラスして入れてあげたらいいかな。じゃあまず静的ストレッチを終えました。で、可動域がまあ程度広がりましたよ。広がりました。ブラジル体操ってやってる人は知ってると思うんですけど、うんうん、基本的にはリズムをつけながら関節を動かすってやつだから、リズム感も含めて、例えばこうポン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 、股関節とかね、はい、こういうのでなるべく股関節を動かしてやる。これ本当にね、ちゃんと意識してやらないとただの足上げになっちゃう。ああ、そうか、そうか、ね、足上げになるから、それを大きく回しながら、そう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 、はいはい、それを含めて、はい、今ちょっと可動域広げたから、はい、じゃあちょっと福ちゃんやって、はい、で2、大きく大きく、そう3、そう4、5、6、7、8、9、10ね、今あの股関節を伸ばしたっていう形ね。この時もバランスは一応僕注意してるんですけど、バランスはしっかりね軸を作りながら、軸足だよね、軸足を、そうそうそう、軸足を作りながらやらないと、あのこっちは動かしてるけど、こっちはでもただの軸足じゃないから、やっぱそこを意識しながらやって、ね、これボレーシュートとかもそうですね。そう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 、ね、ちょっとだからもう一回さ、ちょっと軸を、ね、意識してやってもらって、はいはい、まず右軸でね、はい、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ね、これだけでもこっちのお尻の筋肉にも負荷かかるから、はい、意識するだけね。これだから左右やるようにするでしょ、はい、で今度は腿の裏、これを伸ばす、前の方にこう、これが例えばこうじゃん、ブラジル体操のやるんだったら手をね、ここにつけるようにする、こうや、そう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 、そう、これもなぜこれをやるかっていう理由が分かるかどうかです、はいはい、だから腰を反っちゃうじゃん、こうなっちゃうから、そう、だから前にこうならないように、そう、軸を作って、前をこう置いておく、そう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 、それをあんまり低すぎると、はい、そこまで足上がらないので、なるべく胸の高さ、ね、それに合わせてつま先でタッチ、タッチ、そうそうそう、すごいね、タッチ、反対も一緒に交互にやった、これ、そう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 、3、そう、4、はい、5、そうそうそう、6、はい、7、いい感じ、はい、8、はい、9、以上、はい、そうね、こういう形、最後は腰のひねり、大きくひねり、これも一緒、それもなるべくグッとひねる、で、顔も向こうに反らす、で足も上に上げる、ひねるひねる、これよくこのこれをタッチするじゃね、そう、それもさっきと同じように胸の高さでタッチする、はい、危ない危ない、胸の高さでね、タッチ、そう、もうこれだけでも十分トレーニングとアップ可動域表現になります、はい、あとじゃあ5回、1、はい、2、はい、3、はい、4、5、はい、OK、 このなんかこれができないんだよね、うん、そう、これがなかなか難しいからまあ、今の服と同じやり方で見ながらねやるとできるようになるから、このリズムとやっぱりどこまで足を上げなきゃいけない、あとはどこまでひねなきゃいけないっていうのをやるだけでも全然アップからの動き出し変わるので、ぜひこれをね意識しながらやってもらいたいなと思います。もう終わりが完了です。完了、これから試合できるかな。ありがとうございます、はい。